恋愛の仕組みを理解せよ、人の本能を利用せよ、ご褒美を与えよ。はい、ミッキー岡田です。今回はすんごい技術を教えるな。その名もマインドコントロールで好きな人を超絶に惚れさせるテクニックや、具体的にやり方を説明してるけど、くれぐれも悪用せんといてな。約束やで。好きな人に好きになってほしいって誰も思うやん。どうしたら好きになってくれるかって悩むやん。好きな気持ちが大きなったら大きなるほど寝られへんようになるやん。そら当たり前やねん。そもそも恋は中毒やからな。実際にみんなも恋愛したら好きな人のことで頭いっぱいになるやろ。これも脳の仕組みやマインドコントロールが関係してんねん。同じように相手にも自分のことで頭いっぱいになってもらうためには、人が恋愛状態に陥る仕組みを理解したらいいねん。今回の動画では恋愛の仕組みを理解してマインドコントロールで好きな人を惚れさせる方法を紹介してくれ。恋愛の仕組みを理解せよ、人の本能を利用せよ、ご褒美を与えよ、知らんふりする、会ってない時が大切、掴んで話す、選ばせる、仕上げ。じゃあ行きましょう。1つ目、恋愛の仕組みを理解せよ。彼女に盲目的に好きになってもらうためには恋愛の仕組みを理解しなあかんねん。人間は本能的にいつもどんな時でも様々なものを求めてんねんな。基本的には人は快か不快かの感情でしか動かへんが、ほんで欲求の対象となるものを見つけると、その欲求が強ければ強いほどそのことで頭がいっぱいになるようにできてんねん。例えばあなたが大好きなケーキが美味しそうに皿に乗ってる状態を考えてみて。真剣にな、目をつぶって感じてみて。さらに今あなたはとてつもなくお腹が空いてて、目の前にその食べ物がある。だけどガラス箱みたいな容器で遮られてる。食べたくても手が届かない。そんな状態をイメージしてほしい。想像できたら目を開けて。さてあなたの前に今実際にはケーキはないねんな。でも食べたいと思ったら頭の中でそのケーキをもう一回リアルに再現できるやん。現実の目の前にないことが悲しかったり、中にはムカついたりする人もおるんやな。お腹空いてる人がほんまにおったら飯テロみたいになってしまってごめんな。特にダイエット中みたいに我慢している時は好きな食べ物への欲求が抑えられなくなんねんな。何が言いたいのかというと、人は欲求を我慢すればするほどに思いが強くなるってことやねん。これを恋愛に置き換えると、会えない時間イコール食べられないっていうことで、会うことを我慢している時間ほど辛く感じるわけな。でも好きな人に会うと幸せを感じて、落ち込んだ心が幸福感で満たされるねんな。ほんで会ったその時は幸せいっぱいなんやけど、別れるとまた辛い、悲しい、もっと一緒にいたいと思うんや。最初のうちは幸福感がちょっと残ってるんやけれども、これが時間とともに薄まってくる。そうするとまた会いたくてたまらないってなるんや。でまた会えるように頑張る。会えない時間があればあるほどに好きな人への気持ちは強くなるってことな。恋愛相手にこう感じてもらえるようにするためには、このメカニズムを上手に活用していかなあかんねん。2つ目、人の本能を利用せよ。例えば太っている自分を想像してみてほしいんやけど、太っててダイエットしたとするな。ダイエット中に運動やトレーニングを頑張る。そして目標を達成したその次の日にはご褒美に好きなものを食べてもいいとするやん。達成できなかったら次の日のご褒美ね。こういう条件にすると結構多くの人が運動筋トレを頑張れるやろ。オランダのジェーレン・ナウィン中研究者が自分へのご褒美についてこんなこと言ってんねん。ご褒美を得る瞬間よりもご褒美を想像している時が最も幸福感が続くねん。これは研究なんかせんでも大体わかるやん。魚釣りだって前日に仕掛け作ってる時が一番楽しいっていう人多いねん。マッチングアプリで会う時だってどんな子なんだろうって会う直前が一番ドキドキするやん。小学生の時は明日遠足だーってめっちゃ楽しかったやんな。せやからこれを恋愛に置き換えたら、まず相手が自分と会ってる時に幸福感を感じてもらうことが重要やねん。これをクリアできたら、次に自分と会えてない時に相手がまた会いたいと思いながらやきもきする状態に持っていけたら、恋愛相手をマインドコントロールできていくことになんねん。3つ目、ご褒美を与える。じゃあどうやって欲求の対象になるのか、どうしたら自分と会ってる時に幸福感を感じてもらえるようになるやろってことが大事でな。これは実はめっちゃ簡単やねん。相手の欲求を満たす、これができればええだけやねん。でも欲求の矛先って人それぞれ違うやん。食べ物でもチョコ食べて幸せっていう人もあれば、お酒飲んで幸せっていう人もいるやろ。恋愛でも彼女が自分のどこに魅力を感じて幸せと感じているのかなんて分かりにくいこともあるよな。欲求満たす言うても何でもかんでも相手の欲しがるものをあげてたらお金も足らんし大変や。そこは心理学と頭の使いどころでな。お金はそんなにかけなくてもよくて、事前の準備とかまどろっこしい手間もいらない。自分の言葉や態度だけで相手の欲求を満たせる、そんな魔法のようなことができるとしたら、その方法を知りたない？その方法がな、実はあんねん。必殺技やねん。その必殺技を伝える前に、実はこの動画を見てくれてるあなたに言うておきたいことがあるねん。こんなしょうもないおっさんのな、しかもへんてこな仮面かぶってなんや大阪弁でギャーギャー言うとる僕の言うことを何回も聞いてくれてほんまにありがとうな。おいおい、ちょっとどうしたんや、急におかしなったんやないかって思うかもしれんけど、ちょっと言わしてほしいねん。自分が20代やった頃なんかさ、勉強なんかせえへんかったし、誰かから何かを学ぼうと
と思ったことなんてなかったんよ。逆に生きとったわ。でもこの動画を見てくれてるあなたは本当に勉強熱心やと思うわ。素晴らしいよ。恋愛とか結婚について真剣に考えてるんやろと思うし、しかも自分の成長に興味がある人なんやと思う。しかもこんなおっさんの言葉から学ぼうとしてることがほんまにすごいと思うし嬉しい。この YouTube 動画はほんまに何も知らんかった頃の自分に言い聞かせてやりたいと思って撮ってるんやけども、それを見てくれているあなただからこそここだけの話、この必殺技を伝えさせていただきます。この必殺技な、相手の承認欲求を満たすことやねん。承認欲求って聞いたことあるやろ。承認欲求っていうのは人間の根本的な欲求の一つで、誰かから認められたいという欲求のことやねん。生理的欲求っていうのが食べ物や睡眠や子供が欲しいとか本能から訴えられるような生存のための欲求なのに対して、承認欲求っていうのは社会的に認められたいとか、何々さんってかっこいいですねとか言ってほしいとか、誰かからありがとうって言われたいとか、そういう欲求やねん。女の子は自分の気持ちに気づいてほしいねん。気づいて認めてほしいねん。そこを彼氏が認めてあげるんやん。そのためには私は受け入れてますよっていう姿勢を示すことが第一ステップや。4つ目、知らんふりする。よくな、さすがすごいお使いとホステスのテクニックで言われんねんけども、これも相手の承認欲求を満たしてあげる手段やねん。さしすせぞって言われてるんやけど、もし知らんかったら覚えて使ってみてな。さ、さすが、し、知らなかった、知ってても知らんふりせよ。す、すごい、素晴らしい。せ、せっかくだから、センスいい。そ、そうなんだ。結構有名な技やから、あまりこの技に頼りすぎるとバレるんで気ぃつけてな。この中でも知らなかったが承認欲求を満たす基本のフレーズや。基本は知らないふりしなあかんねん。男は知らないのはカッコ悪いみたいに思ってるやつおんねんけど、恋愛で相手をコントロールするためには知らないことの方が重要やねん。今の時代は知らないことをきちんと知らないって言える方がかっこいいっていう風潮もあるしな。日頃から知らないふりはできるようにしといた方がええで。めっちゃ簡単な例を出すとな、女の子が「ねえねえ、チーズタピオカって知ってる？」って言うとするやん。ああ、チーズタピオカね、知ってるよ。ってこれ会話終わってまうで。ここはな、知らんふりしとこう。チーズタピオカ知らんくても損することないやんか。ねえねえ、チーズタピオカ知ってる？って言われたら、え、何それ、初めて聞いたわ。これやったらテンション高くチーズタピオカについて語れるやん。それに対してきちんと相づち打って、お、知らんかったわ、すごいね、せっかくだから今度一緒に行こうよって言えばいいやん。相手が話してる時に相づち以外の口挟んであかんで。喋りたいだけ気持ちよく喋ってもらうことが大事やねん。これが金かからんし手間もかからんで、相手の欲求を満たしてあげる最高の方法やねん。5つ目、会ってない時が大切。次に注意するのはな、会ってない時に次に自分に会うまでを楽しみにしてもらう方法や。会ってる時は言葉と態度だけで相手の承認欲求を満たせることは分かったやろ。でもな、マインドコントロールで肝心なのは会ってない時の時間やねん。ここでコントロール外れてしまったらあかんので、最初のうちはデートの度に次のデートの詳細を決めておくねん。今度の日曜はチーズタピオカ食べに行こうな、水族館行こうよ。その場で計画立てる楽しさもあるしな。そしたら自分と会っていない間に次のデート楽しみにするという時間を過ごしてもらうことができるやろ。つまりやな、未来の楽しみを想像させること、これが大事なんやな。6つ目、掴んで話す。でもな、コントロールを深めていくためには時折その詳細をぼかしていくねん。あるいは相手が今度はディズニーランド行こうよとか詳細プランを提案してきたとしても無視したり渋ったりすんねん。相手の承認欲求を満たしてあげない行動とんねん。そうすると相手はどうなるか。相手はひょっとしてディズニー嫌いだった？とか、いろいろごちゃごちゃ考えんねん。要するに不安を抱くんやな。ディズニーか、悪くないけどちょっとどうしようか考えとくわ。って言うねん。こんな感じだと相手に不安を抱かせんねん。実はそれが狙いやねんな。相手が不安になった時こそマインドコントロールが成立する隙が生まれんねん。ここはちょっと難しいから要注意やで。マインドコントロールを成立させるためには自分の言動と態度を矛盾させるのがめっちゃ効果的でさ。ただしある程度信頼関係が成り立てないと、そもそもこいつ何言ってんのってなるから、前提としては何回かデート重ねるうちに相手の承認欲求をきちんと満たしてあげて関係づくりができている状態っていうことな。この場合、言葉と態度を矛盾させるのは、彼女とディズニーランド行きたいというセリフと、彼女とディズニーランドには行きたくないという態度や。この矛盾した言葉と態度は相手を不安に陥れんねな。それまでの信頼関係がしっかりしてれば、私なんか悪いこと言ったかなってなるわけさ。信頼関係がもしできてなかったら、ビシッと関係切られるわ。一刀両断やで、気ぃつけや。7つ目、選ばせる。相手が不安になったら、こちらから落としどころを作ってあげるんや。ただし、この落としどころが自分の意見や提案に見えてしまったら、マインドコントロールとしては失敗や。例えばさっきの例でいくとな、こちら側男の方はこんな風に思ってたとすんねん。ディズニーかー、ゴミゴミしてるし金かかるし遠いし月末で財布厳しいからちょっとなー、でもかっこ悪いでそんなこと言われへんしなーって思ってたとするやん。そんな時に女の子の方から今度の日曜日ディズニー行きたいとか言われたとするやろ。相手にとっては一緒にディズニー行くことが
ご褒美みたいになってるから、もちろん一緒に行ってあげてもいいんやけど、ここではこれを上手に誘導すんねん。マインドコントロールの使いどころやねん。ここでさっきみたいな矛盾したセリフと態度を使う。ディズニーめっちゃいいね。一緒に行きたいと思ったんだよね。でもな、そんなセリフ言いながら顎をさすったり眉しかめたり腕組んだりするんや。顎をさするっていうのは何か考えてるメッセージ。眉しかめるのは拒否否定のニュアンスやな。腕を組むのは防御姿勢や警戒姿勢を意味すんねん。女の子はボディーランゲージに慣れてるし敏感やから、こんな態度だけで、あれ？え？あれ？ってなんねんや。そこでこっちから何もセリフ言わんかったら、相手が不安に耐えかねて、え、ディズニー嫌だったって聞いてくんねん。こういう風に聞いてきたら、相手が不安になっている証拠やから、思ったままの言葉を発するのは抑えとけよ。そしたら、実際はちょっと財布がピンチなだけなんやけれども、いや、ディズニーが嫌っていうわけじゃなくて、もうちょっと静かなところで二人っきりでゆっくり過ごしたいなと思ってんねん、みたいな感じで、自分の判断基準を相手に示してあげんねん。そしたら相手からいろいろ違う提案してくるんで、その中から自分に合ったものを選んだらええ。8つ目、仕上げ。こういうことを繰り返していくとな、自分から話さずとも相手がいろいろ男のことを把握して察して動いてくれるようになるんやん。ここで男からいろいろ提案したらな、女性が自分から意見言ったことにならへんやろ。自分の意見じゃないと相手の承認欲求を満たしたことにならへんねん。そしたらマインドコントロールとしては失敗になってしまうから気づけてな。男性の希望をたくさん聞きすぎている彼女おるやん。そういう女性は大抵この方法で強引に男性の気持ちを組まされてんねん。気を使うことと承認欲求の喜びを同時に仕掛けられてる。もっと詳しい話は長なってまうんで別の動画で話すことにするわ。あくまでマインドコントロールの触りの部分についてお伝えすることにしました。はい、今回は恋愛にマインドコントロールの技術を使う方法についてお話ししました。今回の内容をまとめると、相手を惚れさせるマインドコントロールの最初のステップは相手の承認欲求を満たすことやな。もう一つは言葉と態度を矛盾させて相手を不安にして、そこから相手の不安を解消させてあげること。今回の動画を参考にして彼女をあなたなしではやっていけないように誘導してみてな。うまくいったらコメント欄に結果報告してくれたら今後の動画の参考にさせてもらいます。今回の動画が役に立ったならチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。じゃあまたお会いしましょう。